勇敢な少年が単独行動に乗り出してからすでに7分25秒か。僕はブレーカーの類は修理したことがなくてね、よくわからないんだが、誰か修理にかかる平均的な時間を教えてくれないかい？私の人間社会に対する理解に基づけば、今のところは平均時間内よ。もし設備の損傷が著しい場合、もしくは修理する人間が詳しくないタイプの機種だった場合、修理時間は長くなるわ。よくある状況よ。彼を探しに行かないと。この特殊な状況だと、たとえ殺人鬼に遭遇しなくとも、他に危険が潜んでいる可能性がある。ソネット、ミス・トゥース・フェアリーと一緒にここの安全を確保して。私はホラーペディアと一緒に彼を探しに行くよ。見つからなくても5分以内には必ず戻ってくる。もし5分以内に戻ってこなかったら、その時はここがホラーペディアの言う単独行動をする者は死ぬだけのホラー映画じゃないことになる。そうなったらすぐにみんなを連れて安全な場所へ、そして応援を呼んで。もしかしてジェイソンが？きっとそうだ、あいつが直したんだよ。もう嫌だ。何なんだよ。もうこんなところ1秒たりとも痛くねえ。さっさと荷物をまとめろ。もう映画なんか撮ってる場合じゃねえよ。みんな車に乗って帰ろう、今すぐ。そう慌てない方がいい。最初に消えたのが単独行動をしたものなら、次の犠牲者は逃げるのに失敗したものになるだろうからね。今はできるだけ集団行動した方がいい。そもそも全ての始まりはこの雨からだ。今その中に再び飛び込んでいくのは賢明じゃないな。確か天気予報によれば今日この地区で雨は降らないはず。ゼノミリタリー少年軍のおとぎ話と同じように、私たちも未知と遭遇してしまったのかもしれない。ゼノミリタリー？それってゼノミリタリーアカデミーのことですか？知ってるのかい？もしかして町にまでゼノミリタリーの階段が？確か前にここで生活していたんですよね。その時この小屋に住んでて。やめろ、いい加減にしてくれ。兄、そいつらから離れろ。もう帰るんだ。ミスターマイケル、あの方たちを信じましょう。今はここに残った方が。あのロッドが偽物だってんなら、このキャンプ場に他の幻覚を作り出すことだってあんたらにはできるんだろ。あんたらは確かに一見正常だ。何の違和感もなく現れて俺らの中に溶け込んだ。落ち着いて、よく思い出して。私たちは道中ずっと君たちを守って。俺はもう騙されないぞ。近づくな、出ないと撃つぞ。ジェイソンの言う通りだ。アルカニストはみんな狂ってやがる。あんたらは車に乗せねえ。ここで勝手に来たまれ。クソ、私を置いていきやがって。
ミス・ジェイミー、お待ちよ。このまま彼らを行かせるわけにはいかない。追いかけよう。暗すぎて何も見えませんね。ミスター・マイケルはおそらく車に乗って離れたのでしょう。ですが、先ほど離れたばかりのミス・ジェイミーの姿も見当たりませんね。南よ。タイヤ痕と足跡はどれも南を向いているわ。それと魔性の爪痕も一緒に残っている。危険に遭遇している可能性が高いわ。急ぎましょう。みんな、彼女を見つけた。出す。ゲッテ。ミス・ジェイミー、動かないでください。今助けます。ここは私とソネットに任せて、ミス・トゥース・フェアリーたちは彼らを追って。気をつけた方がいいわ。あれは少し厄介だから。もしもの時はこれを使って。この雨があれの傷を治癒しているようです。これは相当厄介な戦いになりそうですね。平和が我らと共にありますように。計画通り、少なくともここまでは。プラン B。 サンフーリリン。 3、2、1、ダウン。ラストパーティー。いいタイプですよ。貫きなさい。森の鎧なる。いいタイミング。沈黙の森があなたを見つめている。いばらで編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。ラストパーティー。怖い人だね、ボス。カモンライダー。私にはボディーガードが必要ないと言ったでしょ。大地をただなすとは。僕が推察するに、危ない。
ええ、確かに。頭が、全身が痛い。バラバラに、ちぎれそう。ちぎれる。ミス・ジェイミー、目を覚まされたのですね。応急処置は済ませました。この先はミス・トゥース・フェアリーに見てもらった方がいいでしょう。大丈夫ですよ。彼女は優秀な方です。きっと痛みもなく治してくれます。ここは小屋？私まだ生きてよかった。生きてる。君はもう安全だよ。あの魔性はもういないから安心して。さあ、息を深く吸って吐いて、私の手を握って、そう、もう一度。どう？少し落ち着いた？ありがとう。もう大丈夫。そうだ、アニー。アニーは目を覚ました。怪我してないわよね。彼女はまだ見つかっていない。マイケルの車に乗ったんじゃなかったの？いえ、あの子車から飛び降りたの。私が魔性に襲われてるのを見て、車の窓からね。はあ、なんてこと。殺人鬼よ。あいつがアニーを連れていたのよ。きっとそうよ。私、あいつを見たの。あの子に近づくあいつをね。まるで、本当に、ホラー映画みたいだった。落ち着いて。私の手を握って。さあ、いい知らせがあるの。アニーの手がかりがつかめた。あとは私たちに任せて。ええ。あ、分かったわ。ミス・トゥース・フェアリー、戻られたのですね。ミスター・マイケルたちは、その、どちらに？見つからなかったわ。
私たちではとてもじゃないけど車には追いつけなかった。それに目の前で森の境目に衝突したの。森の境目ですか？私もうまく説明できないわ。車が森の外れに差し掛かった時に大きな音が響いてきたの。ボンネットがぐしゃぐしゃに潰れて、後ろのタイヤが地面から浮き上がって、そして爆発した。まるで何か透明な壁にぶつかったかのような。あまりにも唐突でさすがに驚いたわ。すぐに駆けつけたけど、車が燃える火は雨で消えていて、中には誰もいなかった。唯一この鍵だけが残されていたわ。ジェイミー、これは君の？私のじゃないわ。こんな鍵見たこともない。私の鍵はデコってるし、ストラップとかつけてあるのよ。こんな古くて地味な、しかも変に土臭い濡れた鍵なんて持ってないわ。何か手がかりは？ないわ。何の痕跡も印も残されていなかった。それに車にはこの鍵と一致する鍵穴はなかったわ。最初に消えたのが単独行動をしたもの、次に逃げるのに失敗したもの。不可解な点が山積みではあるけど、一つだけ確かなのは、僕たちは今ホラー映画では典型的な危険な夜のただ中にいるってことさ。つまりアニーは襲われているジェイミーを助けるために車から飛び降りて、そのまま行方がわからないと。そしてジェイミーは森の奥からこちらに向かってくる殺人鬼を見た。彼女は今とても危険な状況にいる。一刻も早く助けに行かないと。それからこの先の戦闘に備えて小屋の安全をちゃんと確保しないと。私はホラーペディアを連れてアニーの救助に向かうよ。ホラーマニアの彼ならきっと助けになると思う。ミス・トゥース・フェアリー、あなたはソネットとここに残って、ジェイミーの治療と部屋の見回りをお願い。ええ、彼女のことは私に任せて。少しだけ我慢して。麻酔に噛まれた傷口は感染症を起こしやすいの。だから消毒は完璧にしないと。痛み止めは、痛み止めよこしなさいよ。申し訳ないけど、私の救急箱に痛み止めはないの。あんた、こいつの治療は痛くないんじゃなかったの？すみません、以前私たちが治療をしてもらった時は痛みなどなかったのですが。その時はどうやってたわけ？それは。ミス・トゥース・フェアリーは私たちにトゥース・フェアリーを食べさせたんです。ほら、あのガラス瓶に入っていた金色の妖精です。彼らは歯の痛みや口の病気にとてもよく効くんです。もちろん消炎や傷口の融合、頭痛とかにもとっても効果があるんです。食べ、え、待って、食べた？ええ、味はそれほど悪くなかったですよ。例えるなら、そうですね、
ミントと干し梅を混ぜたような。まあ見た目だけは少し抵抗ありますが。あんなのを口に入れるなんて。足を伸ばして、横の傷口も手当てしないと。あ、私も食べる。あれを、あのちっこいのちょうだい。申し訳ないけど、あなたにその方法は使えないわ。どうしてよ。私食べれるわよ。目を閉じて飲み込むだけでしょ。あなたが受け入れられるかではないの。私には治療にあたって自分なりの決まりを持っているの。人間に対しては人間の治療法を、アルカニストに対してはアルカニストの治療法を用いる。先ほどあなたは自分がアルカニストであることに抵抗を見せた。だからアルカニストの治療を施すことはできないの。さっきの根に持ってんの？あ、わかったわよ。謝るわ。あんたたちの前であんなこと言うべきじゃなかったわ。悪いとは思ってるのよ。ただそのつい弾みで、私は人間といることを選んだ。彼らの仲間、特別なアルカニストになることをね。ああ言えば人間社会に溶け込めると思ったの。まあ実際はこうして置き去りにされちゃったけどね。私の車に乗って逃げたくせに、異端者の私にのたれ死ねだなんて、ほんと笑えるわよね。いいえ、とても悲しいことだわ。けどそれでもあなたにはトゥースフェアリーは使えない。それは罰だから。いいえ、あなたが自分をアルカニストだと認めていないからよ。あなたは人間のお友達がやったことに失望して、それでもなおそちら側に身を置き人間になろうとしている。そっか。手当ては終わったわ。え？もう？何も感じなかったけど。カーバンクルの再生液を塗ったの。これには麻痺、陣痛、細胞の再生効果があるのよ。これってアルカニストの薬でしょ？キャンベルが監修した薬物許可を得たものは処方薬とされるの。規則違反にはならないわ。もっと早くに塗ってくれればあんなに痛くなかったじゃん。私は鎮痛剤をほとんど用いないわ。優秀な医師として患者の苦痛を最小限に抑えることができるからね。子供たちが痛がれば、私は歌を歌って痛みを和らげてあげるの。けど私には歌ってくれなかったじゃない。もしかしてわざとは？そうかもしれない。確かに最初はあなたに呆れていたもの。アルカニストも人間も時々混ざり合おうとするものよ。けどその違いははっきり分かってしまう。私たちにはね。あなたは大人になるにつれ、彼らに習って自分を騙すように。ああ、いくらアルカニストの身分に抵抗を持とうが、あなたに流れる血がいい作用をもたらしたようね。見てみて。あと30分もすれば傷口は完全に塞がって、怪我をする前と同じになるわ。とにかくあなたが毛嫌いするものが今まさにあなたを助けているのよ。私の傷口にいい作用？
ユースフェアリー、お待ちください。ミスターホラーペディアもおっしゃっていたように、単独行動はとても危険です。今は一緒にいるべきです。彼女の足が治るまであと25分は必要よ。ここがホラー映画の世界だとすれば、この段階で危険が迫ることはないから安心して。あなたもホラー映画にお詳しいのですか？それほどでもないわ。以前ホラーペディアが医務室に忘れた秘密の日記に書いてあったの。先生に没収されないよう何とかごまかしてあげたわ。それがきっかけで友達になったのよ。ごまかしてって、よくそんなことをされているのですか？いいえ、あそこの管理はとても厳重だからね。ホラーペディアを覗けば顔を出すのはベルティくらいよ。彼女はよく仮病で医務室に来てはトフィーをたくさん持ち帰ったものよ。タイムキーパーが仮病を、だからよくトフィーを持っていたのですね。あら、仮病のこと知らなかったの？どうやらベルティに謝らなくてはいけないようね。うっかり秘密を漏らしてしまったのだから。まあ、相手が彼女の助手でよかったわ。あなたなら彼女が不利になるようなことはしないでしょ。ラストガールは大抵2パターンに分かれている。一つは純粋、無知、温厚を兼ね備えた無邪気な少女、アニーがまさにそれだ。もう一つはクールで高飛車、豊富な知識を兼ね備えた少女。そのタイプは大抵どんな困難にも冷静に対処し、最も正しい選択をすることができる。まあ、ミス・トゥース・フェアリーのような女性が当てはまるだろうね。どちらも善人で社会から称賛される存在。誰もが彼女たちが生き残ることを願う。化け物の鍵爪、殺人鬼の刃が彼女たちに襲いかかることも、ましてや命を取られることもありはしない。つまり何が言いたいの？つまり安心するといい。アニーの命に危険はない。彼女はとても安全だよ。少なくとも
僕たちが死ぬまではね。もし彼女を失えば、僕たちが死ぬ確率は絶望的なまでに跳ね上がって、まさに青天井だ。慰めてくれてありがとう。ちょっと待って、大型魔性の死体がなくなってる。もしかしてまだ息があって巣に戻ったとか。いいえ、念のために確かめたけど、息絶えていたのは確か。あそこの地面に少し抜けた毛が残って、これは何？髪きれい、なんだろう。あ、この下の足跡見てよ、殺人鬼のだよね。これをたどっていこう。ここで足跡が消えてる。この辺りは地面の湿り方が他と違うから、足跡が残りにくいんだろうね。この匂いどこかで思い出した。あの鍵と同じ匂いがする。ここの苔には特殊な効果があると思う。持って帰ってミス・トゥース・フェアリーに見せてみよう。あの、もしかしてミス・ベルティですか？アニーの声だ。きっとこの近くにいるはず。アニー、私の声聞こえる？私はここです。下にいます。下？誰かが掘ったものなのは確かだね。土は乾いているけど、やや粒が小さい。もともと掘ってあった洞窟に彼女を隠したってとこかな。見えた。もう大丈夫。私の手に捕まって、今助けるから。このまま死んでしまうのではないかと。他の人はどうしているのですか？みんなご無事ですか？ジェイミーは助かったけど、他の少年たちは未だ行方不明だよ。けど安心して、全力で捜索するから。よかった、ジェニファーは無事なのですね。殺人鬼が私をこの穴に置いてどこかへ行ってしまいました。何をしに行ったのかは分かりませんが、いつ戻ってきてもおかしくありません。ミス・ベルティ、一刻も早くここから離れましょう。典型的なシナリオでも一番典型的な展開だね。下がって。君を殺すことはないだろうけど、傷つける可能性は否めないからね。いいえ、共に戦わせてください。こんなところでお荷物になるなんてごめんです。Thank you.
女はいないの？大地に肌なしとは。やっしょー、命令するな。わっちゃん、ちゃんと見てなさい。私は振り向く。やり方は分かってるわよ。ラジャン、ちゃんと見てなさい。はっ、カモンライデン、助けて。あっ楽勝楽勝、最強最高。それは森の勘告よ。私にはボディーガードが必要ないと言ったでしょ。はっ、走って距離を取るんだ。何もかも終わった。彼はもういない。ええ、分かっています。そう、君は勝った。まるで奇跡だよ。奇跡、勇敢な心、自らの獲物で生き耐えた狂いし殺人鬼。倉庫は奇妙なものでいっぱいね。ぬいぐるみ、占い道具、録音テープ、日記帳、そして指輪の箱。永遠の愛、ビクトリアへ。この秘密を永遠にここに残そう。1973年の夏、私はある少女を殺した。あら、興味深いわね。あの子たちもきっと気に入るわ。ここに歯が一つもなかったのは、少し残念だけど。
よし、また罠を一つ設置しました。小屋が一段と安全になりましたね。さて、これらの木の板を持って東側の方を。あそこに大きな抜け穴があるんです。あんた、その体何でできてんのよ。どこにそんな力と気力があんの。財団での訓練に比べれば何でもありません。ミス・ジェイミー、もしお疲れでしたらあちらの椅子の上で少しお休みになってください。あとは私にお任せいただければ。あなたたち、屋根裏で面白いものを見つけたわ。今持って、ベルティ？え？タイムキーパー？アニーだわ、無事だったのね。よか。あ？後ろのあれは何？ここに軍隊なんていたっけ？いいえ、あれは化け物の群れよ。まあ、軍隊と言っても差し支えはないけど。嘘でしょ。あれだけの数に立ち向かわなきゃいけないなんて、もう無理よ。もうこれ以上、走れ。もう少しだ。きっと彼女たちが小屋の前に罠を仕掛けているから。ソネット、罠を起動させました。いつでも迎え撃てます。待って、あと10分ちょうだい。さーて、仕事仕事、楽勝楽勝だね。どんどんパフパフー、ラストパーティー。これは森の勧告よ。将来派、現代科学版は一味違う。将来派、
順調。確かに。これこそラストガールの力。そんな、私なんて、あれはたまたま運が良かっただけで。いいえ、違うわ。木の枝で刃を跳ねのけたり、その上殺人鬼の武器で逆に倒しちゃうなんて。間違いない、あんたは私たちのラストガールなのよ。早くに気づくべきだったわ。あんたは優しい上に純粋で、他人を助けるためなら己を顧みない。今この場において、あんた以上にラストガールにふさわしい人はいないわ。よしよし、それじゃあ今からできるだけあんたにくっつくわね。あんたのそば以上に安全な場所なんてないでしょ。ジェニファー。金髪娘、先に言っておくけど、誰かに頼ってばかりの役は大体いい結末を迎えないよ。ふん、近寄るんじゃないよ。いちいちうざいやつだね。兄、約束して。あなたのヒロインオーラで私を照らすのよ。ミス・ジェイミー、先ほどよりもかなりリラックスされていますし、笑顔も増えましたね。いい傾向ね。ミス・トゥース・フェアリー、これを見てほしいんだけど。泥がついた苔ね。かすかな土臭さとわずかな酸味。あの鍵のものと同じね。あの車と小屋のソファーからも同じ匂いがしたわ。どこでこれを？森の中心部近くにある不思議な場所で。あそこは他より温度と湿度が高くて、そこら中にこの苔が生えていた。これは人工栽培によるもの？わからない。長い間放置されすぎていたせいで、痕跡は残っていなかった。一種のポーションよ。ほとんどの苔類ポーションと同じように、人間の中枢神経を麻痺させる効果があるわ。この影響を受けた者は敏感になりやすく、頭が混乱して気が狂ってしまうの。これが雨水の影響でこのキャンプ場まで拡散していたとなれば、ミスター・ジェイソンたちがホラー映画のようにおかしくなっていったのも頷けるわね。なるほどね。正常な人ならホラー映画の主人公のような愚かな振る舞いはしないよね。あの伝説でもゼノミリタリーの少年軍の体には同じような匂いがついていたとか。彼らもここのポーションコケに狂わされたのかな。彼らの性格に変化が生じたのもきっとポーションの影響でしょうね。つまり人間だけでなく、アルカニストにも影響を及ぼすもの。では私たちはなぜ何も影響を受けていないの？あくまで時間の問題よ。人間は理性的に物事を捉え、混じりない道を歩むわ。その分、彼らが狂気に遭遇した時、堕落も早いものよ。けどアルカニストは違うわ。私たちは常に混沌と複雑な感情の中に佇んでいる。そして生まれつき人間よりも感受性とポーションへの耐性が強い。
ゼノミリタリーの少年たちは長期間ここに留まったがゆえに浸透するに十分な時間が生まれた。私たちもそのうち影響を受けるでしょう。今はまだその時ではないというだけよ。もしかして自分たちでは気づいてないだけで、実はもうすでにやられてるとか？何これ、実に興味深い。こういうものがあるなら早く言ってよね。さっき屋根裏部屋で見つけたガラクタよ。この精巧な子たちにはみんなどれも素敵な物語が詰まっている。残念ながら隅から隅まで探しても歯は一つも出てこなかったけど。見なよ、あいつらはこの面倒事を解決しようとしてるってのに、私たちにできるのは手遊びだけなんてね。もっとしっかり勉強していれば、少なくとも話には入れたのかな。大丈夫ですよ、ジェニファー。私もあの方たちが何を言っているのか全然わかりませんので。あなたは一人じゃない、私がついています。あんたと一緒にしないで。あんたは無知すぎるのよ。初めて会った時、私が身につけていたものを片っ端から聞いちゃってさ。あんたはここで暮らしてるから、外のものなんて知らなくて当然なの。こんな小さな田舎町じゃね。けど私は違う。大都会で本も読んだし、学校にも行った。あれこれ頑張ってはみたけど、結局は知らないことばっかり。頭の中はコークとハンバーガー、ボーリングとカーニバルばっか。この金色の髪の毛と同じ、私はただのバカな女の子なのよ。そんなこと言ったらダメですよ、ジェニファー。あなたはバカなんかじゃない、とても賢いんです。映画を撮れるし、自分で脚本も書けるんですから。それにこんなにも綺麗で優しいし、今まで会ったどんな人よりも素敵な女性です。だからそんな風に自分を憎まないで。わかったから、とりあえず話してくんない。痛いんだけど。あ、ごめんなさい。痛かったですか？薬塗りましょうか？あんた大げさすぎ。そこまでか弱くないわよ。はぁ、あ。はぁ、あ。息が。あんた面白いわね。笑った。私の言うことが面白いから。はぁ、嬉しいです。私のことおかしいと思わないの？気分屋だし、ずっとあんたにきつく当たってたくせに、いざとなったら急にひっついて、あんたのヒロインオーラで生き残ろうとしてんのよ。それの、何が悪いのですか？
とえ他の人が変わっていると言っても、私は気にしません。それに、あなたとくっついていられるの、嫌いじゃないので。それがただの打算でしかなくて、人間に捨てられたからって、アルカニストたちにすり寄る節操なしでも。ミスター・ジェイソンとミスター・マイケルがあなたを嫌いだというのなら、それはあの人たちに見る目がないだけです。はあ、あんたそんなに私のこと好きなの？私を助けるために車から飛び降りるわ。私を守ったり褒めたりしてくれるわ。私が少し笑っただけでそこまで喜ぶし。だってあなたは私が会ったどの人よりも綺麗なので。あなたはとても特別です。他の人とは全然違います。そんなに褒めないでよ。そんな褒め言葉飽きるほど聞いてるわ。別にどうとも思わないわよ。聞いて、これまでの態度について謝らせてほしいの。それから助けようとしてくれてありがとう。俺に秘密を一つ教えてあげるわ。私の秘密を聞きたい？もちろん。ぜひ聞かせてください。私実はホラー映画が好きなの。これは屋根裏部屋で見つけた日記よ。その他にもいろいろなものが山積みになっていたわ。子供の頃は本当にそういうのが大好きでね。一日中レイクミドルに入り浸ってホラー映画を作ろうとしていたの。この拙い字から見るに、おそらく持ち主の年齢は8歳から13歳くらいね。内容は単純だけどとても独創性があるわ。けどその後引っ越すことになってね。パパとママの商売が成功したおかげで人間しか住めないような高級住宅街に住めたし、世の中のアルカニストたちみんな知りもしない待遇を受けたわ。あの日から私は気づいたのよ。アルカニストの私なんて誰もいらないんだってね。この日を最後に日記が終わっているわ。ここに捨てられたのか、それとも誰かに奪われたのか、とにかくこの物語が続くことはないでしょう。だから私はアルカニストの私を捨てたの。大好きだったホラー映画と一緒にね。全ての時間を娯楽に費やしたわ。人気ドラマ、ブランドの新作、流行と言われる何もかも。人々はそういう私が好きなの。金髪の娘はこうあるべきだとよく言われたわ。バカで勉強が嫌いであるべきだって。だからその通りに生きてやったわ。高校卒業まではね。私その人たち嫌いです。あなたはそんな風に見られてはいけません。本当はとても聡明な人なのに。もし彼らに会ったらその鼻と口をもぎ取ってやりたいです。こんな風に。なかなかいい提案ね。私もあんたみたいに想像力があったらよかったんだけど。最後に、私は卒業パーティーで高慢ちきなクソ野郎相手に大暴れしてやったの。平手打ちを一発かまして
あいつの頭めがけてサンドイッチ4つにサラダを一皿投げつけてやったわ。それで周りに反抗するように、私にはふさわしくない映画学科を選び、課題の一環で仕方なくホラー映画を撮り始めた。今思えばどっかでホラー映画を忘れてなかった。ずっと好きだったんだと思う。なら撮り続けなよ。ビデオカメラ弁償するからさ。ちょっと何盗み聞きしてんのよ。失礼でしょうが。実は私にも聞こえていたよ。私も。僕たちは今同じ部屋にいるんだ。君たちに口があるのと同じように、僕たちには耳があり、空気は声を伝達する。それだけさ。私たちはずっと、あなたたちの言葉に耳を傾けていたの。だから聞こえるのは当然よ。これ、あなたのでしょ?お返しするわ。どこで見つけたの?ずいぶん懐かしいものね。子供の頃はよくこれでアルカナムの練習をしてたのよ。でも湖に投げ込んでから私のアルカナムも衰えて、ねえ、なんか寒くない?あの指輪はさっきまで手に持ってたのに。気をつけて、何か来る。大地に肌なしとは。ラジャー!いいタイミングね。サンフーリリン!梅雨は森の鎧なの。ラストパーティー!ご心配なく。計画ミス!え?楽勝楽勝!プラン B。 どんどんパフパフー。型破りの回答。貫きなさい。ご心配なく。プラン B。 いいタイミングね。これは森の勧告よ。始まりよ。沈黙を守りながらを見つめている。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。茨で編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。ぐらい、じめじめ、唯一の明かりも消え入りそう。
ご心配なく。怖いお人、怖いお人だね。いいタイミング。カモンライデン超ライフ。近代科学版は一味違う。森がささやく予言のように、勝利の天秤はすでにこちら側を示していたわ。今日も、そして明日も。この下に一体どんだけ男が埋まってんのよ。もうたくさん。さっさとあの女を何とかしないと。くっそ、泥まみれのスカンクみたい。ミス・ジェイミー、大変です。ミス・ジェイミーが押し倒されて、早く助けないと。魔星たちに囲まれました。ちょっと金髪娘、命が惜しいのならさっさと指輪を外せ。私だって外したいわよ。この狂った女の霊に無理やりはめさせられたの。こんな、どきなさいよ。どうやら彼女の涙は化け物を呼び寄せるみたいだね。地面からどんどん湧いてくる。ちー、彼らに必要なのは歌よ。無事にここから出れたら、すぐにでも免許を取りに行こうかしら。30秒足らずで見えている化け物を全部引き潰すなんて、君の運転は合わないんじゃないかな。あれ？ところでその車どこから？ピンクの曲線、油性ペンで描いたものね。これは彼女のアルカナムよ。能力が急速に回復しているわ。ようやく自分を受け入れたのね。かもね。またこの日記を手に取ったからかもしれない。私の体の中で何かが変わっていってる気がするの。ちょっとワクワクするわ。いい心がけよ、この感覚を保つことね。あのさ、今歌った曲、私のためだって思ってもいいわよね。ん？だから私のために歌ってくれたって思ってもいいでしょ。そうね。ではあなたに捧げましょう。
あなたの成長を、そして己を受け入れた勇気を称えて。あんたと。これ私のハンカチ、さっさと顔を拭い。あっ！今力が抜けたね。違うわよ。ああそう、そうなんだ。ふーん。何よ。これでも仁義くらいは心得ているからね。さっき助けてくれたお礼に内緒にしてあげるよ。あくまでこれは僕の提案なんだけどさ、もうカッコつけたりしない方がいいよ。